ゆるら日記。何これやばくない？やばい、おいしそう。皆さんこんばんは。せーの、ゆるら日記。ゆうちゃんです。バルタンです。そして今日はなんちゃんです。おいしいです。ライブ後ご飯来ました。食べます。お腹すいた。出します。お願いします、はい、これゆうちゃんの食べたいものじゃん。ハンバーグステーキ。え、でも違う、ハンバーグなのかステーキなのか、どっちがいいの？ハンバーグなんだ。そうやな、そんな頭に、そんな、それです。それですか？それですか？違う、あれ違う、なんか違う、違う、違う。あ、肉肉じゃん、これ。すごい。私もハンバーグだよ。ちょっと飽きちゃうかな。これだ。これです。じゃあ、これ。こんなあなたに。これがいいです。こんなあなたに。でも私、このじゃがいも食べたい。え、わかる。わかる。だとしたら、やっぱそれもめっちゃ美味しいじゃん。あ、これ。美味しいよね。どうしようかな。何が食べたい？どうしよう。え、これめっちゃ美味しそうだよね。ホエットポテト。これはね、パスタ。私もパスタ食べたい。パスタも食べたい。パスタも食べたい。肉って思ったのに。いいのがあります。確かに。美味しそう。しかもなんだこれ、やばくない？卵だって。やばい。ちょっと卵、絶対美味しいよね。なんでさ、あ、でもこれは卵じゃないの？チーズかな。なんかさ、まだ丸いのにさ、こんなに黄身が出てる。チーズね。え、めっちゃ贅沢じゃん。チーズまで。ね、美味しそう。めっちゃこれ食べたい。どれ？これ。これいいな。さっきあんなにも何食べたい？ハンバーグ。肉って感じだったのに。私にぴったりな。ココス。それもあるよな。これやばいよね。美味しそう。トリプルマンテンハンバーグ。ダブルにもできる。本当だ。え、このコロッセさん、思った。なんか、みんな言ってる。切れ物が良くない。かわいい。美味しそうすぎる。これ決まらない。どうしようかな。しびれた。どうしよう。どうしよう。このパスタも食べたい。そうなの。今すごい迷ってる。さっきのハンバーグと、お肉で。どうしよう。あ、あれ？あとパスタ。これ。これ？あ、そうそうそう。それか、あー、なんかすごいですね。ねえ、アボカドがさ、大好きで召し上がる？アモーレ？アッカモーレ？一緒かな？私、流れ込んだよね、これ。ね？取りました。私、働いてる。いやいや、働いてるし、働かれたいし。え、じゃあ、インスタの？どれ？これだ。トリプル？あー、それか。働かれてる。ああ、これかと思った。こっちにも働かれてる。いいの、旗。もう見ない。なんか物的にはこれとかがいいんだけど、このじゃがいもに引っ張られる。じゃがいも、そんなあなたに、そんなあなたにじゃがいも単品があります。でもね、単品じゃねないんだよ。これと絡めるのが美味しいのやつだよね。そうなんですよ。可愛いですね。悩み。ポテトは頼むんですか？ポテトは絶対頼む。食べるよね、みんなポテト食べるよね。あ、そう。ゆうちゃん映ってる？多分映ってる。あともうちょっとでこの5分が過ぎる。もう一回やるしかない。答えは決めましたよ、みなさん。ね、何で悩んでる？あ、これこれ食べる。めっちゃ怖い。どんだけ？本当に悩んでる。めっちゃ悩んでる。え、何で悩んでる？
なんか漠然と悩んでる。漠然と悩んでる。私はどれにしようか。あ、いいじゃん。確かに。じゃあ今ミニが近いよ。じゃあこれいいやん。これだっけ？これだ。これとこれどっちが違う？ハンバーグがこれなんじゃない？ビーフステーキハンバーグ。3個の中で番号もあったら、え、私が決めるの？責任重大じゃん。決めた。決めた。1番これですか？これでーす。イエーイ。一緒が一緒でした。2、3、1。肩立ってるからね。肩立ってるからね。選ばれたので、これでした。待って、葉っぱ食べたい。サラダでも選べるの？これメインにくっつけるの。サラダはこれとこれ、うん、2つ。これ選べるんで。でもこれもいけるよ。どれ？これ。カリフォルニアタコサラダ。ちょっとタコ50円だった。難しいかな。決まり。ありがとう。
これ2回回したから10分かかってる。まあ削ってよ。すごい、めちゃめちゃ選んでいいです。選びます。せーの、いただきます。すごい、美味しい、召し上がります。まあ、いっか、やっと食べれる。うまそう。無言の紹介でした。ボロネーゼハンバーグ、トマトネーゼハンバーグ、卵、パスタ、マイケとお揃い。うまい、めっちゃうまい。これブロッコリーブロッコリーお肉かわいい。スタユーちゃんはお肉です。お肉、おたいらもお肉、お肉あるので確かに乾杯。お肉ガチガオ、お肉卵めっちゃ綺麗。うん、確かに感じてみてほしい、ね、どうかな。なんか嬉しい、なんか食べたい。よかった、ね、元気ですね。何でないの？スパゲッティの魚介なんたらみたいな。絶対肉だよ、それは。でも、ルッチ写真な、これはこれなんで肉が食べたいって言ったのにさ、魚介が候補に入ってたの、ね、肉あれが好きなんだけど、絶対に食べたいものがあっても浮かれるの。そう、そういうこと。今日ここ書いてる。今日はほくろを強調した。すごい気づくの。今日濃いと思った。もともとかわいい。マカリにも言われたんで、今日描いてるって言って、うんって面白いね。面白い。面白い。でも可愛い。ちゃんとポイントがある。確かに。レイちゃんが描くとき絶対描くんだよ。そうなんだ。イメージある。あんまり考えてなかったんだけど、言われてから確かにこれって強いなって。涙袋、涙袋とおしゃべり袋がある。こう、なんかでもいっぱい宣言がおしゃべり袋、これか、これか、うん、それかな、うん、めっちゃ最近強調され始めた。初めて。なんかこっちじゃん。あ、でもこっちか。あ、でもこれだ。でもここら辺あんまり下にないよ。なんかね、1個あったのよ、ここら辺に。で、こことこことここで北斗七星ですね。よく言ってた。チャームポイント。じゃあ、ここからはいっぱい食べて、いっぱいドリンクバーして楽しいひとときを過ごします。みんなもおいしいもの食べてね。ありがとうございました。せーの、ゆうららにっきー。